皆さん、こんにちは。日本の漫才界を代表するお笑い芸人、今くるよさんが2023年5月27日に膵がんのため大阪市内の病院で亡くなりました。訃報は28日に吉本興業から発表され、多くのファンに衝撃を与えました。今くるよさんは1947年6月17日に京都市で生まれました。彼女の本名は坂井寿恵子と言います。6人兄弟姉妹の一人で、兄2人、妹1人、弟2人がいます。彼女は高校時代ソフトボール部でキャッチャーを務めていましたが、後にマネージャーとしても活躍しました。全国大会で準優勝するほどの実力者だったそうです。1970年高校の同級生だった今郁代さんと一緒に女性漫才師の今北大さんに弟子入りしました。1970年に OL を辞めて夫婦漫才コンビの島田洋之助、今北代に弟子入りした今くるよさん、そして1973年には女性漫才コンビ今いくよくるよを結成しました。男性中心の漫才界で彼女たちは、細身で濃いめのメイクとつけまつげがトレードマークのいくよさんと、ふくよかな体型に派手な衣装のくるよさんが、お互いのルックスやファッションなどをネタに体を張った軽妙な掛け合いで人気を集めました。彼女たちは80年代の漫才ブームに乗って一世を風靡し、その後も女性漫才師のパイオニアとして劇場やテレビ番組、CM、映画など多方面で活躍しました。1984年には上方漫才大賞の大賞を受賞し、その後も上方お笑い大賞や花王名人大賞など数々の賞を受賞しました。そしてくるよさんのどやさというキャッチフレーズは非常に有名で広く親しまれていました。ファンのみならず芸人仲間からも慕われている今くるよさんは、現在まで独身を貫いていました。実は今いくよさんと今くるよさんには共に結婚する機会があったそうです。しかし師匠である島田洋之助さんの女芸人が結婚したら終わりという冗談交じりの教えを律儀に受け止めて独身を守り抜くことを決意。本格派のしゃべくり漫才で80年代の漫才ブームの一翼を担った女性漫才コンビ今いくよくるよの今いくよさんが2015年5月28日午後5時58分胃がんのため入院先の大阪府内の病院で死去しました。5月11日のなんばグランド花月での出番が最後の舞台となった郁代さん、所属事務所によると抗がん剤治療などを行うため一時的に大阪府内の病院に入院していたが、容体が急変、相方のくるよたちに看取られながら静かに息を引き取ったといいます。2014年9月7日出番を終えた後体調不良を訴えた郁代さん、大阪府内の病院で精密検査を受けた結果胃がんが見つかったといいます。しかし手術はせずに抗がん剤治療を続けることを選択。3ヶ月後の12月には舞台に復帰していました。以降も抗がん剤治療のため入退院を繰り返して闘病を続けていました。今郁代さんの容体が急変した際には緊急入院してから死去するまでほぼつきっきりで看病をしたという今くるよさんは、病室での最後の漫才について語っています。それは今いくよさんが死去する3日前、看護師に名前を呼ばれ、はい、里谷雅子です、28歳と渾身のボケを発した今いくよに対し、今くるよさんはナイスギャグやんと絶賛の言葉を送ったそうです。これがコンビ結成から42年間連れ添った2人の最後の漫才となりました。復帰の舞台ではガンとは長いお付き合い、今まで彼氏と付き合った期間よりも長いですよ、何年かかるかわからないと笑いを交えながら病気と戦っていく思いを語っていました。2015年5月28日に惜しまれつつ他界した今郁代さんも、生涯結婚をせず女芸人に徹した人生を全うしています。今郁代さんが2015年5月28日に胃がんで亡くなってから9年後の同じ日にくるよさんの訃報が伝えられたのは、
多くのファンにとって感慨深いものでした。郁代さんの死後も来代さんは芸能活動を続け、多くの後輩芸人たちからも慕われました。そんな中、2009年9月22日の大阪ナンバグランド花月に衝撃が走りました。大御所女芸人である今行くよ来るよの今来るよさんが舞台出演中に倒れました。12年前にも心筋梗塞で倒れ、心臓疾患の病歴があった今来るよさんはこの日を境に入院し、休養に専念しました。そして約3ヶ月間の休養後、同年12月2日の大阪京橋花月にて舞台復帰を果たしています。今来るよさんが倒れた原因となったのは不整脈でした。その後約3ヶ月間の休養を経て舞台に復帰しましたが、その後も健康問題に悩まされました。手術の結果、ふくよかな体型から約5キログラムも痩せてしまいました。しかし舞台復帰後は痩せてしまった体で往年のギャグを連発し、心臓の手術によって健康を取り戻したことをアピール、今来るよさんのファンや関係者たちを安堵させていました。その後も漫才師としての活動を続け、ファンを楽しませ続けました。彼女の闘病生活は困難を伴いましたが、舞台に立つことで多くの人々に元気を与えました。2015年に相方の今行くよさんが亡くなって以来、ピン芸人として活動していました。近年では車椅子に乗って吉本新喜劇に出演し、約3年ぶりの舞台出演を果たしました。また2023年には情報演芸の殿堂入り名人として今行くよ来るよが表彰されました。天国の行くよちゃんもきっと喜んでくれていると来るよさんはコメントしています。彼女の最後の舞台での姿は多くのファンにとって感動的なものでした。彼女は舞台復帰の際、感極まってます、ほんまに久しぶりやから、お客さんもいいお客さんやったね、ほんまにどやさやったわ、どやさとコメントし、多くのファンに感動を与えました。今行くよさんが亡くなった後、今来るよさんはお笑いコンビ中川家とともに今行くよ来るよ来るよという新たなコラボ漫才を披露しました。2015年8月23日の中川家の特大寄せ2015でのサプライズ登場や、2016年のお笑い演芸館4時間スペシャルにも出演しました。お笑い演芸館4時間スペシャルにも登場したのは、今来るよと中川家による今行くよ来るよ来るよのコラボ漫才です。ステージに登場したのは今来るよさん当人と彼女と全く同じ衣装を着た中川家レイジさんに、今行くよに扮した中川家剛さんの3人。昔から中川家を弟のように可愛がってきた今来るよさんと、本人も驚くほど細かい今行くよ来るよのモノマネを得意としている中川家はコラボ漫才でも息はぴったり、今行くよ来るよの往年のギャグをふんだんに取り入れた内容ながらも、舞台上には今来るよさんが2人いるとあってネタはなかなか進行しません。しかもあろうことか中川家レイジさんは興奮のあまりネタが飛んでしまい、中川家剛さんに耳打ちしてもらう始末。今来るよも中川家剛さんの今行くよのモノマネに思わず漫才を忘れてそっくりやなと漏らすなど、終始爆笑の絶えない舞台となりました。どやさというキャッチフレーズとともに、今来るよさんは新しい笑いを巻き起こしました。彼女たちの漫才はテンポの良い掛け合いと互いの特徴を生かしたネタで観客を楽しませました。行くよさんが話し、来るよさんが青筋立ててとか厚化粧が崩れると突っ込むスタイルは多くの人々に愛されました。最後にお話しするのは、今行くよさんが亡くなってから5年後に起こった法的な争いについてです。2019年、来るよさんは実邸に対して約2700万円の支払いを求める訴訟を起こしました。この訴訟の背景には、実邸が博打などでこしらえた借金をスキャンダルを恐れた来るよさんが実邸に貸付を行う形、来るよさんが肩代わりしたことがありました。裁判では1990年に作成された約3300万円の借用証書や町金や友人など各方面に返済した際の振込金受取書や領収書が証拠として提出されました。
なお、借金のうち約600万円は行く予算と実定から来る予算にすでに返済されており、そこに争いはありませんでした。また2審で一部が二重に計算されていることが判明したため、確定判決はそれらを差し引いた約2600万円を支払うよう実定に求めています。裁判では実定が借金を返済しないことを理由に来る予算が勝訴しましたが、実定は控訴しました。最終的に2020年に来る予算が再度勝訴し、実定に約2600万円の支払いが命じられました。しかし実定は来る予算は私が住んでいるマンションを差し押さえてきたと嘆き、裁判が続く中での困難な状況を訴えました。裁判では1990年に作成された約3300万円の借用証書や各方面に返済した際の振込金受取書や領収書が証拠として提出されました。最終的に来る予算が勝訴し、実定に約2600万円の支払いが命じられました。来る予算は私が今住んでいるマンションを二審判決が出ないうちから差し押さえてきたんです。このままでは住む家がなくなり怒涛に迷ってしまいますよと嘆きました。敗訴した以上やむを得ないようにも思えますが、来る予算と姉ちゃんは4つの不動産を共同所有していて、姉ちゃんの死後持ち分は私が相続しました。それを売れば2800万円くらいになります。2600万円はそれで白物弁済できるはずなんですと語っています。さらに実定は姉ちゃんが死んで初7日が過ぎ、遺骨をどうするか話し合っていた時のことです。来る予算が頭を下げるんやったら私が見てあげるというのでお願いしたんですが、実際にはその遺骨、姉ちゃんが一人で暮らしていたマンションに放置されていたんですと主張しました。実定によると、来る予算は頭を下げるんやったら私が見てあげると言っていたにもかかわらず、実際には遺骨は今行く予算が一人で暮らしていたマンションに放置されていたそうです。これって普通に考えて来る予算の自宅に持ち帰ってくれると思うじゃないですか。でも実際にはその遺骨、姉ちゃんが一人で暮らしていたマンションに放置されていたんです。真っ暗な和室にポツンと。結局それを見つけた私が家に持ち帰りましたと実定は語っています。来る予算はこの件についてコメントを出しませんでしたが、法的な争いは最終的に来る予算が勝訴する形で終わりました。しかしこの訴訟は今行く予算と今来る予算の関係、そしてその遺産について多くの疑問と議論を生むこととなりました。今来る予算と今行く予算はいかがでしたか？日本のお笑い界に多大な影響を与えた女性漫才師コンビです。彼女たちの軽妙な掛け合いやユーモアは多くの人々に笑いと感動を届けました。しかしその裏には深い絆とともに多くの困難や試練も存在しました。来る予算の死によって彼女たちの物語は一つの終わりを迎えましたが、その影響力と遺産はこれからも続いていくことでしょう。彼女たちが残した笑いと涙の記憶はこれからも多くの人々に愛され続けるに違いありません。ご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。